お笑いコンビ、霜降り明星の粗品、31、が13日までに自身の YouTube チャンネルを更新。安子への不適切投稿をめぐり、謝罪後に活動休止を発表したふわちゃんについて言及した。人気企画、一人賛否を開催。最近の SNS ニュースについて、一人で偏ったどっちかの意見っていうのは言いたくない。ですからどっちの意見も一人で言ってみますと持論を展開した。 一連のフワちゃんの不適切投稿をめぐる騒動を時系列で解説。そして、まず安子。お前はかわいそうやったな。で、今からもちょっと辛いと思う。フワちゃんがこんな大ごとになっていけばいくほど、うわって言われるかも。言われのない言われ方するかもしれん。それはもう大丈夫や。無視し抵抗、芸人やからと語った。一方、フワちゃんに対しては、あかんお前。 と突っ込み一戦、一戦、続けて、何してんねん、当たり前や、活動休止だとおやお前、と言葉に力を込めた。さらに、元から言うてたやろ、TM レボリューションの西川、高則、さんだけ敬語使いやがって。お前、オトラクションっていう番組で、人選んどんねん、あいつ。ってよう言うてたは、フワちゃんのこと。ほらな、こういうやつやってん。フワちゃんはあかん。 ダメ、反省してください、などと一気にまくし立てた。そして、ただ、と声を張り上げてから、安子は悲しい気持ちになって不憫やったけど、これからも一緒にお笑い頑張ろうとフォロー。さらに、本でー、とフワちゃんに対し、お前は、はよ復帰して、復帰早ない。っていじらせろ。フジモンの枠屋と葉っぱをかけた。フワちゃんは4日、 安子の安子オリンピック生きてるだけで偉いので皆優勝デースとのポストに対し不適切な文言を含む投稿をしていた。後に当該投稿を削除した上で本当にすみません今ここで皆さんに報告することではないのですが言っちゃいけないこと言って傷つけてしまいましたと反省。ご本人に直接謝りますとしていた。安子はフワちゃんの不適切投稿をめぐりとっても悲しいと投稿。 その後、フワちゃんは対面で謝罪したことを明かすも騒動は沈静化せず、11日に活動休止を発表した。